あなたのおそばに。はい、白猫テニスです。白猫テニスのガチャめちゃくちゃ久しぶりになりますが、今回ね、新しいガチャが来たということで、このアナゼとうつろの王を狙って、はい、回したいと思います。いやマジでめちゃくちゃ久しぶり。いやあのね、本当に最近白猫テニスできてなくて、そうログインとかあと無料の単発とかはねちゃんと毎日やってたんですけれども、そうなんかね、あの最近白猫プロジェクトばっかりやっちゃってそうなんですよ。なんかあの前白猫テニスばっかやってた時は白猫プロジェクトをあのやってなくて、白猫プロジェクトをやってると白猫テニスをやんなくてみたいな、なんかそういう感じになっちゃってたので、そうなのでちょっと最近はできてなくて、ちょっとヤフーメールできてないんですけれども、ちょっとやっぱりね、うん、ちょっと白猫テニスもまたちょっと始めなきゃいけないということで、はい、ちょっとねこれを機にこのガチャを回してまたね白猫テニス頑張りたいと思います。はい、ということでアナゼとうつろの王登場してます。めっちゃうつろの王すごい、もう進化してんじゃん、もうなんかもうなんかすごいな、かっこいいな、やっぱうつろの王欲しいですね。そう前のね、うつろの王にはかなりお世話にはなりました。でアナゼですね、私前のアナゼも持ってないので、ぜひこっちの新しい最悪アナゼでいいのかな、最悪の風のアナゼをお迎えしたいと思います。ではね早速、ま、ガチャチケ10枚回したいと思います。っていうかさ、こっちの3周年のね、あのエレノア・ミューエ・エンマがかなり強いらしいじゃないですか。あ、わかった、じゃあこっちで10連回して残りの4枚はこっちで回したいと思います。はい、スタンプは、あ、そっか、100連だもんね。はい、それではまずガチャチケ10枚お願いします。フェスなんで、そうなんだよ、フェスなんだよな、これで来てくれたらマジで神がかってるんですけど、 あとキャラプレ1枚あるんで、それもちょっと交換しますね、これの後。うん、いや、 やっぱりね一番欲しいのは闇の王子なんで。はいはい、6個、結構まあ結構いいよね。いや久しぶりだな、上から降ってくるあのなんかふわーっていう感じすごい好きなんで、ちょっと押してくか、じゃあこっちこっちお願い、うつろの、あーカレン、あーカレンね、かわいいな、さすがフェス、あえう、あえいう、えお、あおあーカレンですね、ありがとうございました。くっそー、まあそうだよね、うん、分かってたよということで、まあじゃあこっちで単発で出しますか。いや欲しいですねこの3人とも。まず、あ、さあ、お、星3は出るんだけどな。はい、最後は見届けますお願いします。っていうかあのテニスの王子様コラボが決まったじゃないですか、秋に来るって聞いたんで、ちょっとねテニスの王子様コラボちょっと前からね来てほしいって思ってたんで、いやもうついに来たかといや、 やっぱりテニスって言ったらねテニスの王子様じゃないですか、まあ私の中ではね、そうなので、まあ、ついに来たんで、ちょっとテニスの王子様のためにこうちょっとこのエースジュエルを貯めてね、多分また初回でね確定とか多分来てくれますよね、うん、ちょっとそのためにねちょっとジュエル貯めときたいなって思います。はい、それでは、はい、ありがとうございます。はい、ではねキャラを選んでいきたいと思います。あのね1枚目はもう使ったんですけれども、レクトが来てくれましたね。そう、
レクト嬉しかったです。ということで、まあ選んでいきますか。あのね、欲しい子めっちゃいるのよ。まず2王でしょ。2王欲しいし、で一番欲しいのはやっぱ闇の王子なんですよね。そう、でも強さでもそうだけど、やっぱちょっと闇の王子が好きだっていうことが強いよね闇の王子欲しいです。あとアナゼ入れますか。アナゼ入れて、あと7人か、誰入れようかな。ちょっとね、あ、やっぱこのミュウエでしょ。このお正月ミュウエに何度苦しめられたことか。あとフランかな、どうしよう。いやちょっと待って、フラン待って、色メロ好きなんで、色メロはキャラ愛で入れます。あと月見ちゃんもキャラ愛で入れます。で、あーハードね、シャルは入れるでしょ。あとこれ青のめちゃくちゃ欲しいんだけど、めちゃくちゃ欲しいこれあとアイリスも入れます。あと誰、あと1人、え、どうしようかな、どうしよう。やっぱフラン入れようかな。赤の王も入れたいな。いやでもちょっとこっち、このアイシャも、あ、どうしよう、このアイシャにします。あなたのおそばに、うん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 、いいね。はい、これで選びます。まあ一番狙いは闇の王子だけど、あ、でもな、こう誰来ても嬉しいな。ということでお願いします。誰が出るかな、誰が出る。おー、アナゼ、ありがとうございます。アナゼゲットこう来るとさ、今のアナゼも欲しくなるんですけどありがとうございます。はい、ということでちょっとね、マジでめちゃくちゃ久しぶりにタワーを登ってみたいと思います。もう今本当に浦島太郎状態で、ちょっとどのキャラが強いとかもう分かってないんですけれども、ちょっと前のね、ちょっと前自分でこう編成したこのキャラで行ってみたいと思います。さあお願いします。いやマジで久しぶり、ちょっとあのミュート中にしますねもうダメなの私、あのね、煽られたりとかするとね、もう本当もうなんかあれなのでダメなんですということで、ちょっとミュートにさせていただきます。はい、こんなハテナハテナハテナでしたっけ。ちょっと仕様変わったのかな、もしかして前名前とか見えてましたよね。まさかハテナハテナハテナって名前ではないと思うんで、ちょっと名前誰か分かんないようになったんですね。はい、それではお願いします。うわー、なんかこの感じ久しぶり、うわー勝てるかな。いやマジで久しぶりなんで、ちょっとお手柔らかにお願いしますね。あ、どうしよう、あ、私いつも初手誰で言ってたっけ、やばい忘れてる。あ、はい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 、なんだっけこれ、インデックスちゃん、うわー久しぶりだ、やばい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 、強い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 、やばい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 、あ、やばい、あ、やばい久しぶり、やばいやばい懐かしいこの感じ、やばいな。月見ちゃんはどんなんだっけ。うわー緊張する、あぶね、これってハイジャンプ違うよね、あぶねー、あぶねー、ちょっとどうしよう、アーチャーにします。私アーチャー好きなんで、あれ待って、あっちのなんだっけ、どんなんだっけこの人、やばいやばい、私アーチャー好きなんだよ、やべ、なんか来る、あー、うわ忘れたこれあれじゃん、うわー、ちょっと待って待って待って、忘れてた、あ、やばいやばい、落ち着け落ち着け、なんだ、うわ、あべ、うわ、はー、これちょっとアーチャーと、あれですね、相性悪すぎ、やべ、相性悪すぎ、くそ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 、はいはいはいあーちゃんやめます。どうしようかな、じゃあこっち、もう爆発に頼ろう、爆発しろ、オッケー、やべ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 や
でもまた溜まるよね。どうしようかなこれ。はあ。やばい。うーだよねだよね。よしこれ。来るか。さあ決闘だ。決闘だ。承諾された？ということは来るか。めっちゃ早いの。ちょっと待って。オッケー。ああ。ちょっと久しぶり。でもあっちも来るよね。めっちゃ早いの。うおっとっとっとだよねだよね。だよね。ちょっと忘れてはないんだけど、どうしようこれ。あっけみちゃん。つきみちゃんどんな。あー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 あああ。いやこれはもうこのまま行くしかねえで。オッケー。あっ何やっとんねん何やっとんねん。こういうとこですよ私の良くないとこ。わかった。もう決闘します。もう決闘します。はい。あっちはどうなの。やばいやばいやばい。くるんって回る。あっやばい。あ見えない。やばい。やばいやばい。やばい。待てそう。ちょっと待って。え、始め。いや、これはもうじゃあ、インデックスちゃんに頼みます。インデックスちゃん、頼む。やべ、やべ、アウトじゃね？大丈夫だった？来そう、来そう、来そう、来そう。インデックスちゃん、早く、溜まれ、溜まれ。溜まんねー。来そうだな、やばい。またあれ来たら、おおやべ、撃つぞ、撃つぞ、撃つぞ。よし。なかなか終わらないな、これ。あ、やばい。うわうわちょっと待って。うわもうダメ。うわもうダメ。ちょっと待って、どうしようこれ。いや、つきみちゃんで来んの？えぐい。待って待って、やめよ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 。平和的解決を。はい、ありがとうございました。あーでもなんか懐かしくなりました。ありがとうございました。楽しかった。あーレートがー。はい、ありがとうございます。久しぶりの。いやーでもちょっと若干惜しかったねっていう前向きなね。いや、はい、いやでも思ったよりもまだできたね。はい、いやー面白かったです。じゃあね、またこんな感じでちょっとまたね、あのイベントなりなんなり頑張って次のガチャに備えたいと思います。くっそー、次はもうちょっとね、あの頑張ってちょっと前よりは強くなれるようにしたいと思います。はい、それではありがとうございました。